Hola. こんにちは。メキシコ大使館のポッドキャストメクスハポンにようこそ。この番組では私たちの国についてやその歴史、今話題の出来事、ゆかりのある人物やエピソードなどを紹介します。お楽しみください。メキシコにはスペイン語の他に68もの公用語が存在し、それらは今でも先住民社会で日常的に使われる重要な言語です。そのうちの一つがマヤ語であり、現在でも85万人以上の話者がいます。今回はマヤ語で執筆されるマヤ文学の日本語翻訳を手掛け、またマヤ文学マヤ語研究に従事される吉田茂人先生をゲストにお迎えしています。吉田茂人先生は東北大学大学院国際文化研究の准教授でいらっしゃいます。ラテンアメリカ民族学、ユカタンマヤ社会の祭礼や儀礼、伝統医療、言語、文学などを専門とされています。主な著書にメキシコを知るための60章、マヤ文学の翻訳書に日本翻訳家協会翻訳特別賞を受賞したソルケーモーの汚れなき太陽、また国書刊行会が出版するシリーズ新しいマヤの文学の全3冊の翻訳などがあります。はい、では本日は東北大学大学院国際文化研究准教授の吉田茂人先生にいらっしゃっていただいております。本日はありがとうございます。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では早速質問に入ります。吉田先生はこれまでメキシコへ何度か留学され、特にユカタン地方のマヤ社会に関わる研究を進められてきました。でまずはですね、そんな吉田先生とメキシコの出会いについてぜひ教えてください。特にあと マヤをはじめとする先住民社会っていうのは非常に先生は密接なつながりがありますが、そこに興味を持ったきっかけなどあればぜひ教えてください。はい、そうですね。不思議に思われるかもしれないんですけども、なんか特別な思い出があってメキシコに留学したとか、そのマヤの研究を始めたってわけじゃないんですね。ただ単にスペイン語の勉強がしたかっただけで、スペイン語圏であれば実はどこでもよかったという話なんです。よくある。ただとにかく外国語を勉強するのがすごく好きで興味があって、で初めてメキシコに留学した時にはそのユカタン大学が割り当てられたので、マヤ語を勉強することになったということなんですね。だから、例えばスペインに留学すれば今頃はバスク語の研究かなんかをやってるかもしれないです。ところが、メキシコに留学してみると、メキシコが大好きになってしまって、そのメキシコから離れられなくなったと。で多分、ユカタンの井戸の水を飲んだからだと思うんですよ。ユカタンでは井戸の水を飲むと必ずそこに戻ってくるというふうに言うんですよ。でそれはナジャリ州でも同じことを聞いたので、もしかしたらメキシコはどこでもそういうふうに言うのかもしれませんけど、ね、その今先生はマヤという言葉がやはりその出てきていますが、先生は大学教授でいらっしゃいますが、もちろんそのマヤ文学の日本へ紹介するもある意味第一人者とも言えるわけです。で近年ですね、その現代マヤ文学の複数の日本語への翻訳書というのを発表されていますね。で特にマヤ女性作家のソルケーモーに始まり、最近では国書刊行会から新しいマヤの文学というシリーズでなんと3冊のマヤ文学の翻訳を出版されています。マヤ文学を研究されるようになったきっかけや、これをぜひ日本に紹介しようと思った経緯などあれば、ぜひ教えてください。まず最初に申し上げないといけないのは、その多分そのマヤ文学と呼ばれるそういったものが素晴らしい文学があるので、それを日本の読者にぜひ読んでもらいたいと思ってその翻訳を始めたっていうわけでは実はないんですね。ユカタンの先住民マヤの人たちの文学作品は仮にマヤ文学とすれば、その大半はその口頭伝承、フォークロアみたいなやつで、それを単に文字化したもの、あるいはポエムといったものがほとんどなんですけど、ところがソルケーモーさんがその「テア・ウン・コラソン・デ・ムヘル」という小説を2008年に書かれるんですけども、それがすごく話題になって、で
彼女の作品をいろいろと読んでみると、そのどれもそのみんなが想像するような先住民文学のあり方っていうのをなんか飛び越えてるんですよ。つまり西洋の読者が持っているその先住民文学に対する先入観というのをことごとく裏切ってくれるわけですよ。でこれは文化人類学者としてその研究テーマにそのせざるを得ないというか取り上げないわけにはいかない。で彼女の作品はその西洋が持っているマヤイメージをその書き換えてくれる可能性を持ってるわけですよ。でこれは何としても日本語に翻訳して出版したいなと、まあそういうふうに思ったんですよね。でしかも彼女自身ノーベル文学賞を取るんだとしょっちゅうそのインタビューされる際に口を酸っぱくして言ってるので、まあまあ日本語に翻訳すればまあ少しは役に立つかもしれないなという下心もあって。で今そのちょうどあの先生の先ほどのお話にあったんですけども、まさにその例えばソルケーモーさんの作品は、まあ、西洋が持っている、まあ、ある意味西洋の読者たちがイメージしている、読みたいと思っているマヤのイメージを覆す作品ということ、まあ、そのステレオタイプの向こう側へ行く作品をソルケーモーさんが残したとありますが、まあ、そうなるとですね、そもそもこう現代マヤ文学とはどういった文学なのだろうかとい う, こう問いかけに行くわけですね。例えばその原書元の本っていうのは、まあ、どういった言語、ここはマヤ語だろうという方も多いと思うんですが、ここで文字という問題が一つ出てくると思います。さっき先生がおっしゃったように、もともとはほぼ交渉伝統文学だったわけですね。で、まあ、どういった作家が、ソルケーモー以外にどういった作家がいるのか、まあ、どういった題材っていうのが取り上げれることが多いのか、などですね、まあ、マヤ文学に初めて接する方に、まあ、ぜひその魅力を伝えていただければと思います。そうですね、あのマヤ文学はその当然マヤ語で書かれなければいけないんですけども、その口頭伝承とその現代マヤ文学との境目っていうのが非常に曖昧ではあるんですけども、まああのまあ、西洋的な観点から言うと、その西洋の読者にとって文学っていうのはその他人に読んでもらうことを目的として、誰かある個人の作家が書くテキストですよね。でそれが本として出版された場合に文学になるわけですけども、はい、まあ、現代マヤ文学っていうのは、まあ、そういった西洋的な意味での文学作品と考えてもらうのがベストだと思います、うん、つまりそこからは神話とか説話とかそのいわゆる口頭伝承っていうのは、まあ、省いて考えてもらうのが分かりやすいと思います。なるほど。でそのこう、まあ、現代マヤ文学っていうのはその現在メキシコで、まあ、インテルクルトラリダーっていうのが政治的なその社会的なイデオロギーっていうか目標として掲げられてますけども、まあそれもあってその現代マヤ文学っていうのは原則そのマヤ語で書かれてなければいけない。当然そのスペイン、まあそのスペイン語で読んでもらうためにスペイン語の翻訳もつくわけですけども、マヤ語で書かれてなければいけない。で仮にそのマヤ人の作家がそのマヤ語で書かないでね、スペイン語だけで書いたとしたら、それはまあどんなに正確なマヤ文化の記述があったとしても、それはもうマヤ文学では なくてメスティス文学になされるんだと思います。なるほど。それはあのメキシコ文学、あ先住民文学じゃなくて、まあ、いわゆるインディヘニスム文学になってしまうんですよ。なるほど、はい。で面白いのは、面白いっていうかそのソルケーモーさんはこれを逆手に取るんですよ、うん、どういうことかっていうと、マヤ人だからといって何もマヤ社会とかマヤ文化のことだけを書く必要は全然ない、うん、なるほど、はい、むしろマヤ語で書きさえすればそれはマヤ文学になると、うん、確かに、はい、その方が結局文学的な可能性は広がりますよね。そうですね。で何より現実のマヤ社会を描くことができますよ。でそうするとマヤ語の物語世界っていうのは無限大に広がっていくということになります。まあそういうことをソルケーモーさんはやってるわけです。で、まあ、結局そのマヤ社会っていうのはあの世界から孤立した閉鎖的な社会じゃないし、うん、そのグローバルな現代社会の一部ですよね。はい。だから作家は何だって題材にできるはずです、うん、なるほど。何もマヤの伝統文化のことばっかり書く必要は全然ない、うんうん、で逆に別の視点から言うと、西洋の読者がそれだけ、つまりそのマヤの伝統文化を描写することだけをマヤ文学に求めてとしたら、それは間違ってることだというふうに僕は思ってます。なるほど。
それこそも半世紀以上ぐらい前だと、そのミゲル・アストゥリアスにあるようなグアテマラ伝説記のように、やはりその西洋の読者っていうのはもういかにも先住民らしい魔術とそうかでで、すそういっね。た不思議な、ある意味こう神話的な世界観が入ったものをこう心待ちにしていた。でもしかそうしでなすがら、ね。この2020年代の我々としては、その先生もさっきおっしゃってたように、そのマヤ社会っていうのもグローバルな世界のその一つの一員であり、まあ、その文脈で読まなきゃいけないっていうことそういうでこすとよですね。ね。ありがとうございます。まあ、今マヤ・ソルケモンの名前がかなり出てきてますが、他にかなりそう読むべき作家っていうのはいるんですかね。そこが難しいところで、マヤ文学っていうのは何なのかっていうことと関係してくるんですよね、それは。なるほど。で、実はね、その現代マヤ文学の中で、ソルケ・モーさんっていうのは非常に例外的な作家なんですよ。で、後期の現代マヤ文学っていうのは、まあ、1980年代以降に、その脱植民地主義文学として、その立ち上がってくるわけですね。だから普通は西洋を批判する。で、一方で伝統文化を賛美するというのが、いわゆる先住民文学のあり方なんですけど、で、そうすると、マヤ文学に限らず先住民文学っていうのは、その西洋の読者からすると、まあ、意識の高い読者を除けば、普通のメキシコ人の読者には受け入れられないと。なるほど。ある意味告発する部分がある文学そうでですよよね。ね。だから西洋的な読者、まあ、メキシコ人、まあ、日本人もそうですけども、まあ、先住民文学っていうのは文学っていう領域からは排除されたままということになる。だから排除されないためにわざわざスペイン語で翻訳をつけてそうです出しね。てるわけですけどね。まあ、結局その先住民文学っていうのをいかに読めばいいか、その評価する術を我々は持たないわけですよ。で、そこで問題になるのは、読者の、その読み方を変える、あるいは先住民文学を評価する視点を持たなければいけないっていうのも当然あるんだけども、それよりもむしろ、まず先住民自身が意識を変える必要があるのではないかなっていうふうに僕は思いますね。なで、るほど。まあ、それをそもそもやってきたわけですよ。その脱植民地主義文学っていうのは、自分たちのこれまでそのメキシコ、あの、そのメキシコの主流な文化に同化しなければいけないと言われて、それを受け入れてきたわけですよね。で、自分たちの文化っていうのは劣ったものだっていう、そういった言説を受け入れてきたわけですよ。で、それを自分たち自身がまず変えなければいけないっていうところから、その先住民言語を取り戻そうとする。で、自分たちの文化を再評価しようとする。その、まあ、一つの実践として先住民文学っていうのが、まあ、行われてきたし、そういったところに重要な意味があったわけですよね。で、これは、その脱植民地文学の、まあ、第一段階だと思うんですよ。まあ、自分たちの文、まあ、だけど、その次には、やっぱり、西洋化が持ってる自分たち先住民文化に対する評価っていうのを書き換えるっていうところが、第2段階がどうしても必要で、それをどうするかっていうところに、先住民のその作家たちはこれから取り組んでいかないといけないっていうとこなんですよね。だからどういうことかっていうと、先住民が自分たちの文化を題材にすればいいっていう話ではない。だから先住民の人たちが伝統文化を賛美するだけの、まあ、なんていうんですかね、本質主義的な描写を続けている限り、先住民文学っていうのはエキゾチックなものを追い求める、その西洋のね、オリエンタリズム的なその思考っていうか、まあそういった考え方での読み方に、結局それに回収されてしまうということになるので、そういうふうにならない文学っていうのを実践していかないことには、いわゆる脱植民地その文学としての第2段階のステップに行かないわけですよ。で、ソルケモーはそういった文学っていう、第1段階のね、自分たちの文化を描くっていうようなやり方、本質主義的な表象っていうものを、その彼女はその批判するわけです。ところが、そういった考え方がなかなか浸透しない、理解してもらえない。
いうのが現代マヤ文学の現状になるんです。なるほど。それはある意味こうジレンマっていうのが非常にあって、やはりその西洋の読者が求めるような、まあ、オリエンタリズム丸出しのエキゾシズム丸出しのものを書けば、まあ、ある意味一定数の読者は確保できるわけですよね。潜在的にやっぱりそういったものを求めている読者っていうのはいる一方 で、しかしながらじゃあそれを全く、そういったまあ本質的な描写ということがありましたが、まあ、それを完全に省略してしまうと、じゃあどういった読者を獲得していけばいいのか。でもちろんその本が流通するにあたってはやはりスペイン語の力を借りなければいけないというっていう非常に難しい、その発表する書籍としてやはりこうある意味なんですかね、商業的な結果も鑑みなければいけない、しかしながら自分たちの作品も作り上げなければいけないって非常に難しいバランスがあるんですね、うん、だからその点に関してはマヤの作家たち、あるいは先住民の作家たちっていうのは気づいてないだと思うんですよね、うん、まあソルケ・モーさんみたいに自分から気づいて実践していく人いますけども、彼女が一人で言ったってなかなかその周りは反発するだけで、むしろ外からの我々西洋の読者が評価してあげる、でこういった文学が評価されるんだっていうことを示してあげないといけないと思うんです、うん、例えばそのケンモーさんの話に行くと、その彼女の作品によく現れているものはいわゆるフェミニズムとか、その社会におけるそのジェンダーの問題であるとか、で非常にこう今日的なテーマっていうのがかなり出ているというのが特徴だと思うんですね。でそういったことをそのマヤの文化から社会から発信していくっていうような実践が今後望まれる感じですかね。まあソルケ・モーさんはそれを選択したわけですよね、うん、まあそれも一つの方法だと思います、うん、はい。今の先生にたくさん示唆のある意見をいただきましたが、まあ、今我々この日本語、これを聞いている日本の方たち、日本語でそのマヤ文学を読める機会というのはたくさんあって、先生が翻訳されてきた書籍っていうのが今もう4冊合計でありますか、ね、はい、はいですね。なんでこう我々日本の読者がこの現代マヤ文学を読む意義といったら、意義といったら大げさなんですけども、まあ、ある意味この純粋に本を楽しむという読みの楽しみの他に、まあ、今日の日本人が、まあ、マヤ文学を読んでこう得られるものっていうのには何か得られるものっていうのはあるでしょうか。マヤ文学に どんなその社会的な文化的な意義があるかっていうのは、まあ、我々が見出していくべきことだと思うんですよね。もともと備わってる部分はあるけども、その中から我々がどれだけ読み取れるか汲み取れるかっていう話ですけども、その時にただ単にそのこういった作品があるっていうので紹介しただけでは、そのなかなかそのピンポイントで理解してもらえないわけですよ。でということで、その僕がその翻訳をするにあたって、まあ、どれを翻訳するかっていうのを考えた時に選ぶわけですよね。でその順番もあるわけですよ。で結局それは結局そこでそのあるマヤ文学っていうのを僕が想定してこういったものですっていうので提示するわけですけど、これはかなり戦略的に選び出してるところがあるわけです。その戦略的に選んだ、あるいは僕がイメージしたマヤ文学っていうのを、その国書観光会の伊藤さんは新しいマヤの文学という、はい、その名前をつけてくれたわけです、はい、3冊出てますよね、うん、でこの名前っていうのは僕はその最初に聞いた時は、まあただ単に新しい考え方を持ったマヤの人たちの文学ってくらいにその考えてたんです。でところが実際に本を読んでくださった日本の読者たちはそうではなくて、なんか新しいスタイルのマヤ文学だというふうに認識しているように見えるわけですよね。でこれはまさに日本におけるマヤ文学の、マヤ文学っていうジャンルの誕生というふうに考えてもいいんじゃないかと思うんです。うん、なるほど。最初の僕の認識ではマヤ文学っていうジャンルがあるわけではなくて、ただ単に新しい考え方を持ってるマヤの人たちの文学、うん、そのものがあるっていうだけだったんですけど、うんうん、その日本で出版されて読まれると、なんか新しいマヤ文学が存在するんだというふうに皆さん思ってくださって、はい、で結局なんかその読者の方が翻訳者の僕よりもなんか先を行ってしまったなっていう気がするんですけどね。
それは面白いですね。先生がじゃあ、日本の読者でマヤ文学というものを紹介しますよっていうところから、こう逆にこうすごく有機的な、こうなんですかね、返答があって、そういうことですよね。はい、それは面白いですね。ぜひ今、4冊とも、1つはさっきおっしゃってたように、水星社さんから出てる「穢れなき太陽」ですね。はい、それから残りの3冊は、新しい前の文学というシリーズ名での国書刊行会から今出てるということですね。はい。だからその穢れなき太陽をまず最初に持ってきたっていうのは、まあその理由があって、その日本人がマヤっていうものに対してる持ってるそのイメージ、例えばジャングルに覆われた、その失われた文明といったようなそうね、です古代ね。マヤ文明のイメージ、そうですそういったね。ものを皆さん持ってると思うんですけど、そういったものをその打ち壊すっていうことを意識してたわけですよ。つまり穢れなき太陽っていうのは伝統的な社会を扱いながらも、でもそれとは違う、それにそのイメージと反するようなところがこうすごく2ついっぺんに出てくるような作品なので、でソル・ケイモーの作品をまず最初のソル・ケイモーの作品を紹介したかったんだけど、ソル・ケイモーの作品ってすごく現代的なんですよね。だからその伝統的なマヤイメージが全然出てこない作品ってなんか受け入れられないだろうなと思ったので、むしろその伝統的なものを持ってる穢れなき太陽っていうのを一番最初に出したわけです。だからそういうふうな、そのな、い、まあ、イメージ戦略というか、イメージを変えるっていうことを目的に意図して、意図的にそのマヤ文学っていうのを僕がその作ってきたんですけども、ただ、その過程でね、その、どうしてもソル・ケイモーの作品を中心に据えた、選択になってるし、で、そのマヤ文学、マヤの人たちの文学っていうのを彼女の視点から解説してきたわけですよ。後書きとかでね。で、そうすると日本の読者が知ることになったマヤ文学っていうのは、実はマヤ文学の全体像ではなくて、ソル・ケイモーから見た文学であって、で、その、彼女の文学っていうのは、マヤの文学全体の中から見ると、アバンギャルドなんですよ。もしかしたら世界の他の国の読者はまだ見たこともない、あるいはマヤの作家たち自身でさえ気がついてないといった、そういったマヤ文学の未来像なんですよね。で、それを日本人はすんなりと受け入れてくれて、それがマヤ文学だと思ってくれてる。これはすごいし、すごいことだし、すごく感動的なことだと思うんですよね。本当にその一つマヤ文学といっても、どの国でどういった文脈でどういった戦略のもとにどういった読者に需要されるかっていうことによって、全く形がどんどんある意味変わっていくっていうこともある。それも非常に楽しさの一つだと思います。そうですね。はい。なので、ぜひ皆さんマヤ文学一つ手に取ってお読みいただければと思います。まあ結局その今まで出版された4冊のマヤ文学っていうのを通して、その日本人はその新しいマヤ文学っていうよりは未来のマヤ文学をその読んでしまった。で、そこでマヤ文学っていうのをその知ることになったっていうよりは、自分たちで作ってしまったっていうところがあると思うんですよね。まあそれでも、まあその、まあそうですね、マヤ文学の読み方っていうのは結局いろいろとあると思うんですよ。でも一番重要なのは、あるいは西洋の読者に求められることっていうのは、マヤという枠にとらわれる、とらわれちゃいけない。まあとらわれる必要は全然ない。で、実際その読んでると、どこが一体マヤの話なのかわからなくなる。そんなふうには感じられませんでした？確かにそうですね。非常に現代的なアクチュアリティのある話題っていうのが多いそうんですよですよね。ね。だからマヤの話だっていうふうに考える必要は全然なくなるわけですよね。むしろなんか自分の日常生活の中に、その小説の中で語られるのと全く同じことが存在することに気がつくはずです。だからマヤの語りっていうのは、小説っていうのは、読者が自分自身の、その身の回りを相対化するヒントを与えてくれてるっていうようなところがあるんですよね。先生、ありがとうございます。では、じゃあここからは
一つ一問一答のコーナーというのを毎回設けてまして、はい、先生に一つズバリ聞きたいことがあるんですが、今これを聞いてくださっている日本のリスナーにメキシコについてお勧めしたいものこと、もこれはもうマヤ文学を一度忘れていただきまして、メキシコについても一つお勧めしたいことがあればぜひ教えてください。そうですね、いろいろとありますけども、まあもしかしたらすでに誰かがおっしゃってるかもしれませんけど、まあ文学関係で文学作品の中からオクタビオパスの孤独の迷宮をぜひお勧めしておきたいと思います。はい。まあオクタビオパスはまあその1990年にノーベル文学賞もらってますよね。詩人ですけども。でオクタビオ孤独の迷宮っていうのはメキシコ人っていうのはどんな人間なのかっていうのを歴史とそれから心理学とそれから哲学っていうのを絡めて、まあ、論じた超有名なメキシコ人論ですけども、はい、まあ、このただこの本を読めばメキシコ人のことが全部わかるっていうことはないし、そうですね、書いてあることが全部全てのメキシコ人に一様に当てはまるってわけじゃないですけど、うんうん、まあ、そういう意味でそこに書いてあることを鵜呑みにしちゃいけないんですけど、まあ、メキシコ人のものの考え方の根底にあるものなので、あるいは、まあ、メキシコ人の考え方を理解する上ではすごくヒントになるし、うん、でまあそういったものを引用すればね、メキシコ人との間でより深い議論ができるだろうその通りですね、そこから新しい関係も見出せるんじゃないかなという意味でこの本を紹介しておきたいと思います。わかりました、ありがとうございます。では本日は東北大学大学院国際文化研究科准教授の吉田茂人さんに、ゲストにお越しくださいました。本日はありがとうございました。吉田先生、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。この番組をお聞きの皆様、長いお時間お付き合いくださりありがとうございます。今後もメキシコと日本の関係というテーマでスペイン語と日本語で幅広く取り上げていく予定です。この番組を気に入っていただけましたら、お友達やご家族にもぜひシェアしてください。またコメント、ご質問、アドバイスなど受け付けておりますので、メキシコ大使館のメールアドレス info.jpn@sre.gov.mx までお寄せください。またメキシコ大使館の SNS もフォローしていただけると嬉しいです。それではまた。Hasta pronto!